さあ、それでは今日のゲーム改めてハイライトで振り返っていきたいと思います。ベイスターズの先発は石田健太。その石田は初回三者凡退、見事な立ち上がりを見せます。そして1回に2アウトランナー2塁の場面で回ってきたこの筒香の復帰後最初の打席、その初球でした。なんとデッドボール。筒香の日本復帰最初の打席はデッドボールということになりました。その後2アウトランナー満塁となって、バッターボックスは海老名。ここはメンディスがコントロールを乱しました。ストレートのフォアボールで押し出しとなってベイスターズが1点を先制します。筒香の第2打席は3回の裏、ここはメンディスに対して変化球三振に終わりました。空振りの三振でした筒香の第2打席です。そしてここは3回の裏、増田のこのファインプレー。今日はレフトからまずは出場していた増田大輝が3回の裏、松尾の大きなレフトフライを、素晴らしいキャッチを見せました。回は4回です。ランナーを3塁に置いて森圭斗のレフトへの犠牲フライ、これでベイスターズが2点目を奪います。そして5回の裏、2アウトランナー2塁で筒香、日本復帰後初めてのヒット、センター前へと打ち返し、これがタイムリーになります。復帰後初ヒット、初打点を2000人を超える多くのファンの前で披露しました。ベイスターズ先発の石田は味方の援護もあって6回までゼロを並べていきます。6回の裏、この回からマウンドに上がった伊藤を攻めて、ランナー二塁三塁からバッテリーエラーが出てしまいます。これでベイスターズは1点を追加しました。7回もマウンドに上がった石田ですが、2アウトからティマに投じたこの1球、レフトフェンスがを超えます。ジャイアンツはティマの一発で1点を返しました。4対1とします。しかし8回の裏、ベイスターズはワンアウトランナー1塁3塁と馬場からチャンスを作って、打席には茅野、右方向へのヒット、このタイムリーで5対1とさらにリードを広げます。9回の表は中川光が素晴らしいピッチングを見せて、三者三振でゲームセット。投打ががっちりかみ合った横浜 DeNA ベイスターズが読売ジャイアンツを下した一戦ということになりました。5対1で勝利を収めています。さあ